書いといて損はないでしょ。はい、皆さんこんばんは。じゃじゃん、パーカーです。今日はアニメ見てたんですか。こんばんは。根元のメイクが可愛いです。ありがとうございます。美人さんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ネガちゃんこんばんは、ソモちゃんこんばんは。こんばんは皆さん、こんばんは。仕事帰りに買い物中。目元のメイクをね、今日はちょっとオニョンちゃん風にしたんですけど、かゆい、かゆい、かゆい。キールズっていうところ。ファンの方からいただいた可愛い可愛いパーカーでございます。今日も可愛い、ありがとう。はい、皆さんこんばんは。お願いでーす。今日も可愛い、ありがとうございます皆さん。今日はなんかピンなんかつけちゃって、さっきまでアメブロに載っける写真をね、せっせと自撮りをしておりました。イエーイ。今日のメイクすごくいいね。こんばんは。いい感じ。でも明日のメイクこれにしようかな。今日も可愛い、ありがとう。明日のメイクこれにしようかな。もうね、今日ができたからって言って明日もできるって限らないじゃないですか。これが難しいところ。いつかメイク配信みたいです。やってみますね、また。アメブロって後で編集できないのかしら。多分一つのアカウントを全員で使ってるので、今回のアメバーブログって全員選抜みたいな感じなので、多分できないんだと思います。できなかった、まず私できなかったんです。多分やり方が分かんないなと思います。どんな願いちゃんも可愛いですよ。わー、ありがとうございます。ヘアピン可愛い。ママが買ってきてくれてたやつを使いました。お疲れ様です。ありがとうございます。どんな願いちゃんも可愛いですよ。ありがとうございます。さて皆さんね、今日は土曜日ですね。皆さん明日は日曜日ね。日曜日ね。日曜日お休みなので、皆さんお酒飲んだりする方もいると思います。私はね、土曜日はあれです、ご飯を食べるので、家族でオンラインで、なのでいつもご飯あんま食べないようにしてるんですけど、食べます。はい。どうやったら可愛くなりますか。多分そのままでも可愛いと思いますけどね、ママ。でも、自分のこと可愛いと思えば可愛くなれると思います。私はダイエットしたりとか、骨格診断したりとか、自分がね、ナチュラル、ストレート、ウェーブとかね、骨格の名前があるんですよ。してどんな服が似合うのかなって調べたりとか、自分の肌の色、例えばブルベ、イエベ、ブルベ、夏、春とかあるんですけど、それをちょっとね、本店のところに行くと高いので、ちょっとね、インターネットで調べたり、こう手のね、色でとか調べたりしてやったりして、自分のことを知るのが第一なのかな、ママ。あとは自分のことを褒めてあげましょう。多分そのままでも可愛いけどね、ダイエットするならちゃんとね、食べましょう。いや、危ないくないのでね。今日は週末なので、なんて書いてる、晩酌しました。私の今日のご飯はお鍋です。後で写真も多めに送りますね。どうすれば願いさんと仲良くなれますか。もう仲いいじゃないですか。何を言ってるんですか。
びっくり、え、私だけなのかな仲良くなってると思ってたの。ピエン、こんばんは、こんばんは。お休みだけどお出かけできないのが残念。あ、私は明日朝からなんかちょっと用事があって、お昼頃に違う、夕方らへんにあるじゃないですか皆さん。はい、私が今緊張してるのは何でだと思いますか皆さん、せーの、はい。え、私も仲良くなってますか？なってますよ、ラブです、ラブです。どうしたらネガちゃんみたいに心が綺麗になりますか？全然綺麗じゃないです。でもありがとうございます。ありがとうございます。うん、そのままではなって綺麗だと思うけどね。私も鍋です。お揃いですね。私はね、ごま豆乳鍋です。そうですね、皆さん速報発表でございます。はー、そうですね、ティーンズユニットの速報発表がありますね。ももちゃんも緊張してるって今うなってたね。ももね、うんっつった。はい、明日ティーンズユニット何名まで呼ばれるのかはまあ知らないんですけど、で最終結果は6名じゃないですか、ママ、うん、そうですね。でもですね、本当に普通に怖いです。まあなんかなるようになれっていう感じでもう最近生きてたので、気楽だったんですけど、やっぱりね、こういうのなれませんね。まあ大人の事情も何度もありますし、 CD のためっていうのもありますけど、私たちのところにねあるんですよ、速報発表が。どういう風に流れがあるのかっていうね、例えばお仕事でもどんな流れで企画を進めていきますよっていうのがあるんですよ。それがね、まあ内容は言えないんですけども、送られてきて、あ、ガチだと、まあ、ガチだと思ってしまって、ガチすぎんと思ったんですよ。で、まあ私はもうよく落ちていく方の方が多いので、落ちていくっていう、まあ私がね悪いんですけど、まあ言えば人より成功は少ない人なので、例えば何かに結果発表に何位までって言ったら入ったことがまあ人より少ないわけですよね。何かに選ばれるとかも少ないわけですよね。その中で TGC とかさ、この前のパッションフォーユーとかすごい順位にいたじゃないですか。ありがたいんですけどね、まあ慣れたわけよ。これね、はっきり言うとね、そういうなんかね、ママでも申し訳ない、ファンの人はね、今日って何時間できますか？7時ぐらいまでしようと思ってる。7時間じゃないよ、7時までしようと思ってる。そう、でもさ、速報に入っても最終結果でどうなるかわからないじゃないですかね。私の場合は速報で10位以内に入れるかどうかもわからないんですけど、まずもうね、皆さんにちゃんと私のなんかなんていうの感じを話すと、そういう立場なので、私の場合これはもう親とかと話してるんですけどね、皆さん、ティーンズは25日まで投票で、セブンネットの CD を買うなら2月11日までです。皆さんぜひご購入よろしくお願いします。はい、あとモバイル票とかもあるのでね、誰かに勧めて入れてっていうのは多分モバイル票の方が安いと思います。よろしくお願いします。そうだから、正直そういうところに私はいるので、まあそういう風景ばっかり見てきたわけですよ。で今回も難しいんですよね。うん、まあ書きましたけど、今日のねアメブロに書きましたね、ママ。今日もアメブロで、まあ、長文になるとなんか写真が載せ、また掃除機してる。でも綺麗は大事よね。写真が載せれなくなるので短縮して、またティーンズユニットのことは今度書くことになるだろうから、ちょっと今日は一応ね、明日が速報なので書かせていただいたんですけど、そう、ネガイちゃんってそんな控えめな子だったっけ。もともとすごく控えめですよ。はい、とても引っ込み思案ですし、人前に立つのはあまり得意ではないのですけど、目立ちたがり屋なのはちょっとだけあるかな。でも、うん、
グイグイ言ってたのはあれはキャラだったので難しいんですよね。投票したけどタブレットからの投票がなんて書いてできなかったのかな。そうなのでもうすごく難しい立場にいるわけですよ。なのでしかもね今回考えてみてくださいよ、ブラックパールさんとかね、ジュリナさんが選んだやつね、選抜様もいて、お私どうしようって感じなんですよ私からすれば。なんでとてもね難しい、あイチゴが飛んできた美味しそう、とても難しいんですよ、うん、それを分かった上で私はね明日現場に行くので、うん、複雑な気持ちなんですけどね、ファンの皆さんがこうやってね自分の投票してくださってるって聞いてるので、なんかどうせ無理だろうって言っていくのはなんかね入れてくださったファンの人に失礼じゃないですかね、ママ、うん、自分一押しじゃないけどもう一人ちょっと困って姉がいちゃんに入れてみよう、まあ自分あるらしいんですよ、いろいろね会話を見てたら自分の一押しが入ってほしいけど二押し入れた子が入ってしまうから、まあ誰にしよう入らなさそうな子にしようって言って入れてもらえるかもしれないじゃないですか。はっきり言うとね自虐になるかもしれないけど、だからそういう方とかのためにも私は信じていかないといけないんですけど、まあなるようになるって感じですね。なんか泣いてほしいって方もとてもいるから、なんかたまにねあの願いちゃんの久しぶりの涙が見たいとかいう方がいるんですけど、私は何位以内、例えば明日だったら10位以内に入りました、わかんないよ多分無理っちゃうけど難しいけどね、入りましたって言ったら泣くけど入りませんでしたでは泣かないので、もうにこやかに入った方々を応援するタイプの人になったので、そうなのでねそこだけはねちょっと皆さんに伝えておこうかと思って、モバメ会員権から投票しようとしたらエラーでまだできてない、ぜひエラーを直しましょう。今週忙しくて行けなかったセブンイレブン行ってやっと今日 CD 撮ってきました。本当ですよ、もう泣かないって決めたんです。そうもう泣くの疲れるじゃないですか。悔し涙は結束力を上げます。それだったらねもっと結束力が上がってるかもしれないね、私すごい泣いてる。まあ私のせいなんですけどね、知名度ないしさ、だから、まあ、はっきりねこれを言っとかないといけないなと思ったので今話したんですけど、信じて明日は行ってくるのでぜひね、まだ誰にしようかなとか、もう全部推しに入ってほしいからちょっと人気なさそうな子に入れようかなって考えてる方がいたら、ねがいちゃんに入れてみてって言ってあげてください。泣かないですね、ママなんか泣いてる女の子が可愛いって言われるんですけど、私の場合は泣いていい立場じゃないのでね、これは甘えなんだって、普通に泣けばいいってもんじゃないので、そういうタイプになりました。もう5年ぐらい来て、あ、泣く立場じゃねえなっていうのはもう気づいたので、家族とね話してね、ママ。そうなので皆さん意外に強くなったんですよ。でもファンの人が入れてくれてるから、私は明日は頑張って信じていこうと思います。こんばんは。こんばんは。沖縄の三線が弾けるってすごいと思います。いつかね三線の先生がいるんですよ。三線の先生がリモートでね配信を見てくださるんですけど、リモートでやってどうですかって聞いてもらって、あ、良くなったよって言われたら皆さんの前で披露します。緊張しいなので私、それまで待っててください。泣いていいってもんじゃないって言葉すごくいい、ありがとうございます。ちゃんとねがいちゃんに入れてるからね、ありがとうございます。そうアメブロ見たよ、質問答えてくれてありがとう。ポーチどこで見れますか。ポーチどこで見れますか。今度見せます。ちょっとね綺麗にしてから
うん遊びに来たよ。あ、ありがとうございます。そうそう、投票後に表示されるメッセージが願いちゃうらしいと思った。あー、めっちゃあの長文のやつね、私がめっちゃ書いたやつ。あれ長文なのか、みんなもそれぐらいだと思うんだけど。そうそう、泣き虫願いちゃん好きだったけどな。うん、あれは泣きすぎだと思う。海村の質問コーナーありがとうね。うん、またね、質問コーナーやるのでぜひよろしくお願いします。いいよ、少ないけど入れてくれたのね、ありがとうございます。お、お、これは嬉しいぞ。個人的なことで申し訳ないけど、今日お誕生日です。おめでとう。はい、サクパンさんですよね。サクパンさん、何かグラスを今持ってきてください。持ったら持ったって言ってください。なんかお茶でもいいし、水でもいいし、お酒でもいいから持ってきて。持ってこれるなら待つから、全然待つから。持ったって言ったら持ってきてください。持ったって言ったら持ってきてくださいね。待ってます。それまでずっと待ってるから、持ってきてください。こけないでね、こけないでね。台所がどこにあるか分かんないけど、家の仕組みとか分かんないからさ。サクパンさんの誕生日いいですね。しかも土曜日にお誕生日ってよくない？推しが年齢制限で投票できないので少ないですが、願いちゃんに投票します。そう、こういう方がいるからね、ママ、うん、ね、推しが入れれないから、うん、願いちゃんに入れてみようと。だから私は信じて明日行ってきます、はい、でもね、願いの涙を見てみたいなら嬉し涙で見れるようにみんなで頑張りましょう。友人とかに勧めていただければ。ちな、自分に入れましたね、ママ。そうだね、ちなみに自分で入れましたし、ママのお友達も入れてくださってるので、皆さんモバイル票でもいいのでね、ぜひ入れてくださったら嬉しいです。ほうじ茶のペットボトルでもいい？いいよ、名前呼んで大丈夫なんて。いいよ、うん、何も起こらんかったから、いいよいいよ、うん、はい、乾杯しようか。はい、ね、タブレット流れてくるの遅いんですよね、うん、もうママにコメント読んでもらって。来た？来たよ。いきますよ、今日はファンの方からいただいた蜂蜜のコップです。いきますよ。サクパンさん、お誕生日おめでとう。乾杯。コン、当てといた。あ、黒ウロン茶おいしい。みがいちゃんに投票したよ。本当ですか、ありがとうございます。本当にもう首が折れるほど頭を下げます。本当にありがとうございます。ちょっとさっき首ゴキってやったんです。そうそう、こういう方がいるのでね、頑張ります。私もそうね。でもなんか弱音じゃなくて自分の立ち位置を皆さんにちゃんと伝えないといけないからね。今日は私が思ったことを言ったので、はい、ごめんなさいね。なんだねんこいつって思われたかもしれないですけど、ごめんなさい。ありがとう、ほうじ茶がいつもより美味しいです。ファンの方もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいよ、いい一年になるといいね。今コロナの時期でね、ケーキ買いに行ったりどこかに行くとか大変だけどね、ママね。うん、うん、明日ガチじゃんと思って現場ガチじゃんと思ってさ、速報発表ね、みんなにどんな風にやるかは言えないんだけど、ガチじゃんと思って、なんか何しんみりした空気になった時辛くねと思って私はでも泣かないって決めてるわけですよ。もう嬉し涙しか流さないからっていうように決めてて、家族と もこれは決めてるんです。涙目にもならない可能性があるけどだいぶね鉄の心になってきたからね。でもガチだよねあれは。うん、うん、パパがうん大変やなってきたガチじゃんと思って、ファンの人もこれね入ったり入らなかったりだったら辛くないと思って。そう、私だけ辛くないからね、推しが入らないって絶対辛いじゃん。その辛さをずっと味わわせてきてる私がもう少し本当もう少しじゃない、本当に申し訳ないなって思いました、ママ。うん、ごめんね、何かに入るとかさ、何かの仕事とかできなくてごめんなさいね。祈ります、大丈夫です、ありがとうございます。
やっぱり劇場で発表なんですかね。多分ね、あのいろいろね、私ネタバラシする癖があるから、スポしちゃう癖があるので、あの言わないでおきます。わかんない、私どこでやるとかね、あのもう一回見直さないといけないけど、内容を見たらガチじゃんと思った。かわいい、ありがとう。そうそう、なのでね、自分の立ち位置とかそういうのをちょっと今話してみました。明日10位まで、発表なら10位までに入れるといいな、最終結果は6位以内に入れるといいなって思います。はい、うん、C だね。そう、 C、 怒られたくないでしょみんなね。2年前だったら500票ぐらいの予算取れていたんだけどね。500票入れましょう。じゃあいいよ、無理しないで、みんな1票でもいいからぜひ入れてください。昔テレビ番組で何々さんがメンバーの総選挙なんて絶対無理とか言ってましたからね。誰なんだろうその3は、すごく気になる、その星になったところがね。うん、こんばんは、ありがとうございます。なんで謝ってるの、こんばんは。そうなのでね、皆さんとってもね、あーってなっちゃったかもしれないけど、これが現実なので、皆さんね、これがいい方向に向くように一緒に頑張りましょうね。ありがとうございます、願っててください。私も寝る前に願っときます。お腹すいた、スマップさん、あーね、スマップハウルの声の人がいるところ、そうちょダメだ、あ、スマップさん、うんうんって言ったのに一瞬分かんなかった。ハウルの声の人だね、木村拓哉さんがいるところですね。そうです、あ、そういうことか、ダメだ、キムタクさんだよね名前。そうそう、キムタクさんはハウルっていうイメージがあるから、そう、ハウル大好き。こんばんは、沖縄の三振が弾けるんですね。今メブロ読んだよ。あ、ありがとうございます。今日もね、一応メブロを投稿するので、皆さんぜひ読んでみてください。あの、はい、こんばんは、こんばんは、 CD 明日取りに行くよ。本当にありがとう、いってらっしゃい、明日だよね、気をつけてね。星に願っておきます、願っておいてください皆さん。はあ、胃がキリキリする。明日朝から覚えることがあるんですよね、私覚えないといけないことがあって、そこからだからもう脳が。20代メンバーからすれば出る資格もないから羨ましいと思う。そうなんですよ、すごいありがたいよねママ。うん、うん、私がティーンズで本当にありがたいんですけど、その分本当にこの期間ってメンバーここに着くからね、ママここに来るんだよね、総選挙みたいなもんだからね、これほらこんなんだよ。可愛いでしょ。後で写真撮りましょう。ネガピーもなの？ん？私の名前ネガピーだったっけ。カキピーみたいだね。ネガ、ね、そうですよ、まだティーンズです、私まだティーンズですよ、もうティーンズ、もうティーンズ、私まだ18歳ですからね、皆さん忘れてるかもしれないけど。かわいい、ありがとう。 TGC ショールームからです。この1年ネガイちゃん輝いてます、ありがとうございます。今回のティーンズユニットでも輝ければいいんですけどね。言ってみたくない、なんかマイク持ってさ、皆さん本当にもうこの結果になっても6位以内に入れてよかったですとか言ってみたいじゃん普通に。タイプ何やった、タイプ C じゃない、 ABC、 皆さんに聞いて、あの友達が聞いてくれ、本当に C じゃなかったっけ、私あの元気組だから。速報の結果次第で CD 変えてそうかなと思ってます、少しですが、ありがとうございます。皆さんね、最終結果は何日ですか。25日までですね、ママ25日までに投票ね。海外の人ってできるのかな、できるなら入れていただきたいけどね。今日はももちゃんいないの、いります、寝てます。そう、嬉し涙流してみたいじゃないですか。皆さんタイプ何ですか、あの入ってるの C じゃない、え、間違ってたらごめんなさい。私のなんかタイプって何でしたっけ、投票権が入ってる
ている CD は何タイプになりますか？何タイプとかあるっけ？セブンネットだけじゃない？うん、でもなんかタイプ聞いてきてるから、あの友達が。ぜひ教えてあげてください。私もう難しいよね、自分でさ頼むときもさ、パパに頼んでもセブンネットだけ、うん、ネットだけでタイプがあるじゃん。どれでもいいの？どれでもいいんですか？え、どれでもよくない？セブンの店長さんがそうなんです、友達にいるので買おうと思ってるんだけど、タイプ願い、パパにお願いして買ってもらったじゃんか、うん、ね、だから自分できなくて分かんなかったんだよ、うん、とりあえず手持ちを全部入れました。少ないけどありがとうございます。セブンネットで予約した番ですね。セブンネット3枚セットらしい。セブンネット版のタイプ ABC どれでもいいね。 ABC どれでもいい、うん、セブンネット版ねの通常版ね。そう、パパがやってくれたんです。私ね、インターネットで何かを頼むっていうのをできないんですよ。なんでかっていうと、クレジットカード持ってないし、そういうことはあんまりやっちゃダメなタイプの人間なので、あの変なもんやっちゃうからね、一回トラブル起きたことあるんですよ。だから全部パパに頼んでる。例えば、この本が欲しいってなったら、これが例えばインターネットでしか売ってないとかだったら、あの頼んでお父さんにこれがいいって URL 送って買ってもらいます。今から間に合うのって。間に合いますよ、だって25日までだもんね、ママ、うん、店舗支払いなかったっけ？大丈夫、あの私の店舗にいる人だから、店長さんなんだ、セブンイレブンの。そう、ママのこの今聞いてきてくれてる人、セブンイレブンの店長さんなんだ。大阪のちっちゃい頃からね、ミスタードーナツを持ってきてくれてる方なんですけどね、本当にね、ママがね持病が悪化した時にね助けに来てくれたりしたって、すごい人なんですよ。高校生からの友達でしょ？いや、中学です。中学生からの友達だってすごいね。セブンネットで売ってるやつには投票券じゃなくて生写真付きのもあるから、間違えないようにだって。うん、セブンネット限定版の3タイプです。そう、明日速報があって、そこから25日までの間にまた投票して、最終結果は6位以内に入らないといけないので、とても難しい。私にとってはもう選抜さんとかさ、ブラックパールさんにとってはさ、壁がもう全然大丈夫って感じなのかもしれないけど、私から見た壁エベレストよ今回の。うん、自分の立場をね、自分はもう客観的に捉える人なのでもうね、あんまり夢見ない、夢見すぎないようにしたので、なのでね、皆さんの力が必要なので、よろしくお願いします。中間発表は明日だね。中間、明日速報は明日か。なんかさ、そこまでちゃんとしたスケジュールが送られてきてないんだよね。多分まだあんまり速報しか出てなくない？うん、今も間に合う。うん、大丈夫、間に合います、うん、とりあえず25日までに投票すればいいので。これ速報もあってさ、中間発表なかったらまださ心いいんだけどさ、速報中間ってあったらさ、投票見なきゃいけないじゃん。めっちゃ辛いね、痛いね。こんなのを毎年やってたのか、総選挙。ひっ、私もどれか迷った、分かりやすくしてほしい。それな、自分で言っちゃった。でもさ、ファンも夢見たいよ。そうでしょ、私も夢見たいんですよ。夢は見たもん勝ちなんだけどね、その前に自分の立場をね考えないといけないっていうのがあるんですよ、私の場合ね。自分が今どこの立ち位置にしていて、どうすればいいのかって言ったらこうなのよ。そう、もうね、こうなりたいな、ああなりたいなって言ってるだけじゃね生きていけないってもう知っちゃったの。にがいちゃんに投票しましたよ、ありがとうございます。そう、もうセンターとか狙ってないんです、正直言えば。もう入ればいいからさ、ずっと言ってるけど、本当にね、こういう話聞いたらもっと夢見てよとか言う方いるけど、これなんだよ。セブンネットの買ってあげたいけど現実的に厳しいから、モバイルやファンクラブ票だけでごめんね。いや、
それですごいんですよ。もうありがとうございます。もう CD じゃなくてもね、モバイル票だけでもファンクラブの票だけでもそれでも嬉しいんです。頭が上がりません、上がりましたけど今上がったね。え、頭が上がりませんってどういう意味で使うんだろう。ずっと下げてなきゃいけないのかな、わかんないわ。願いちゃんの夢が叶うことが私の願い。そうですよね叶えばいいなと思ってます。ちょっとあんまりさ、こういうさ、なんか現実味の話をしすぎると夢を売るアイドルなのにさ、ちょっと辛くなるよね。みんな、私も辛くなってきた。あんまり言わないでおこう。モバとファミリー、あ、ファミリーね、ファンクラブじゃないんだね、読み方間違えた。ティーンズユニット応援よろしくお願いします。お願いします。こんばんは、こんばんは。投票券2人分あるね、25日まで大事に投票するね。ありがとうございます。ぜひね、二押しで迷ってる方がいたら願いちゃんを入れてあげてくださいって言ってあげてください。辛いとか思わなくていいよ。ありがとうございます。まあ一旦これでね、皆さんぜひ拡散よろしくお願いします。私もね、アメブロで言うだけ更新したりね、いろいろ頑張りますのでよろしくお願いします。話を変えましょう。私はセンターの願いちゃんがみたいな、センター私も立ってみたいですよ。どんでん返ししてみたいよね。うん、プロデュース48っていう、私、まあ一応ね最後に言っとくと、私アイズワンが好きなんですよ。アイズワンとかイッチとかめちゃくちゃ好きなわけで、さ、MV 見てさ、ずっとさ、あ、こういう表情したいなとかさ、もし自分がなんか6人とかそういうなんかユニットに入ったらこういう表情がしたいなとかさ、 MV こういう衣装が着たいな、あ、もうこういう髪型着たい、やりたいな、こういうメイクがしたいなって今までやってきたけど、そんなことなかったの。だからね、プロデュース48とかみたいにこう嬉し涙を流しながらね喋りたいよねって思ってました。はちみつ着た、可愛いでしょ。靴プレゼントしても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ああ、ありがとうございます。リッターの友達の願いちゃんに、ありがとうございます。ディエボスしちゃってね。そう、リッターとね連絡取りたいんですけど、私水没したんですよ TGC の時に。TGC までずっとね、教えてほしい、それを教えてほしいリッターさん、リッターン、リッターンだから連絡取れないんですよ。もう応援してますよ、ツイッターいいねとか押してますし。DMM でも投票できるのでお願いします。そう、話を変えましょう。なんか緊張が増してくるからね、まあ、それぐらいの覚悟ってことなのでよろしくお願いします。あ、もう皆さんもありがとうございます。もう皆さん本当 T's ユニットの投票ありがとうございます。もう、え、なんて名前の方、ミッチーさんと闇の管理人さん、闇を管理してるの、なんか かっこいいけど光も管理しよう光も管理ありがとうございます。うん、こんばんは。来週願いちゃんも劇場でやるんかな、恋落ちですか。それはちょっと言えないですよ、そんなこと言ったら怒られちゃう。願いは本当になんて書いてるの、清楚美人だけ読める、清楚美人だね、応援するわ。母体か、母体清楚美人、うん、ありがとうございます。あとあれもやってみたいんですよ、あのティーンズのまた話に戻るんですけど、 MV を撮るなら MV までの間にダイエットしたいんです。ずっとそういうの夢だったんですよ、あの自分の推しがねダイエットしてるのとか見て、なんか何々の日までにガチでダイエットしてめちゃくちゃ綺麗な姿で MV 出てきて踊ってみたかったんですよね。ね、6人だったら歌割りもあれば顔も映る瞬間多いじゃないですか、誰かに終点当てすぎなければ、うん、これあるあるなんですけどね、これね私の推してるグループあるあるなんですけど、なのでお願いいたしますっていう、そういう気持ちなんですよ。なんかみんなより軽い感情かもしれないけど軽くないんですよね、生まれたての清楚美人ね。そういうとこ、だから母体なんだよ。あ、もうなんていうの、生まれた時から美人ってこと、うん、ありがとうございます。あ、こんばんは、初見さん。なんて読むんだろう、あなたの名前は。恋落ちフラグって略すと、なんで略す、恋落ち、恋フラ、恋落ち、
恋落ちって予約してる私は。 MV 監督によってはまんべんなく映してくれる人いるよね。そう、そういうのでね、めっちゃ願いちゃんやつってまた綺麗になった、イエーイカムバしたみたいなやつをね味わってみたいんですよね、 SKE にいるうちにね。あー美味しい。あとで今日の私が夜食べた夜ご飯のお鍋を綺麗に写真撮れたら送るね。多分ママが綺麗にお肉入れてくれるからプレッシャーをかけておきます。ピンショットオンリーだったりして。こんばんは。その前に入らないとね、ティーンズ。こんばんは、こんばんは、ねがいちゃんこんばんは、こんばんは。あ、なんかあの蜂蜜僕のお腹と似てますこれこれこんな、ん、かわいくな い, い, いこんなかわいいの、めっちゃかわいいじゃんこんばんは。 あともう一つあった、私の理由、あのみんなにもうね、なんか応援してくれたのに入れなくてごめんねって謝りたくないんですよ。なんかもう一緒の文章を自分で考えて出してるのを見てなんか悲しいなと思ったんで、それもありますね。あとは皆さんにね、僕の推しが MV に出てる、ここだここだってこう頑張って探すんじゃなくてボーンって出てきたのを見せてあげたいじゃん。 MV 撮るかどうかちょっと分かんないけど、なんかこう何かに立ってね、喋っててね、それをスクショしてね、なんかうちの推し入ったとかツイッターで書いてほしいじゃん。書いてみたいでしょみんな。私もそうだから、そう、その理由もあるかな。ツタヤで恋落ちフラグ CD2 枚買いましたよ、ありがとうございます。スパの願いちゃん、ツタヤのさ恋落ちフラグには入ってないよね、ティーンズユニット券。あ、でも強制はできないからな私。スパの願いちゃんのチェキが当たりました、大切にするね。本当にありがとう。たとえ 0.5 秒でもツタ入れば嬉しいものですよ、ありがとうございます。またティーンズユニットの話に戻るじゃん。もう願い、今サイン会のやつ届いて受け取った。あー可愛かった、いっぱい書いた思い出がある。ありがとうございます皆さん。なあ、いや謝るんですよ、謝らないといけないんですよ、無理させちゃうからね。ちょっとティーンズユニットの話から離れないと私の心が重くなりそうなんで、ちょっと明るい話しましょう。昨日あの私ちょっと寝れなくて、まあ、いつも寝れないんですけど、お母さんと勇者ヨシヒコを見てたんです、アマゾンプライムでで私勇者ヨシヒコの紫とさヨシヒコとさがいるじゃないですか、メンバーの中で。私ムロツヨシさんが演じてるメレブが一番好きなんですよ、うん、なんかもうなんかまだ2話しか見てないんです、お母さんがすぐ眠たくなっちゃうから、うん、2話で、まあ、見た人なら分かるんですけど渡辺直美さんが出てくるんですよ、うん、なんか生贄みたいな感じで、あそこのなんかめっちゃヨシヒコがブス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 言うのをなんでそんなに言うのって思ってしかもヨシヒコの役の方山田さんの演技が上手すぎて純粋に普通に直感でブスって言ってるんです。ダメなんですよこれ、皆さん使っちゃダメですからね、うん、それがなんかうわこの人演技上手いな、こういうお芝居してみたい、ブスって言ったわけじゃないですからね、うん、なんかこういう役してみたいなとか思いながら見てたんですけど、なんか私やっぱりメレブが好きなんですよなんかムロツヨシさんのキャラがすごく好きで、なんかもうムロツヨシさんが出てる映画は面白いと思って見てしまうんですよね。そうで、その後になんかヨシヒコをママと一緒に見たいから働く細胞を見たんです、一人で。めっちゃ勉強になりますね。なんか働く細胞ってアニメがあるんですよ、血小板ちゃんが可愛いんですけど、私やっぱり白血球推しですね。あとはまだ名前覚えてないんですよね、マクゴナガル先生っていうのと血小板ちゃんたちのリーダーをしてるあの女の人が好きです。っていうか、働
働く細胞の声優さんたちって豪華すぎません？漫画じゃなくて、あ、マンゴコロなのかな、マンゴコロアニメになったやつな気がするけど、わかんない、間違ってたらごめんなさい、ガチファンじゃないんですよ。ただ一回なんか昔流し見で見ちゃってちゃんと見れてなかったからちゃんと見始めたんです。あ、待って、ちょっと待ってね、連絡来た。すいません、あの違うんですよ、今お鍋つけたんです。ん、スタンガンなんてやりません。この、ね、音がすごいうるさいから、ガスの。あ、そうね、うん、私もそのアニメ知ってる、面白いよね、頭が良くなる気がするだけなんだけど、ガスコンロ。そうなんですよ、スタンガンは普通に危なくない？海外のなんかアメリカの人とかニューヨークに住んでる人とかはなんか普通に持ってるらしいね。へー、もうなんかスタンガンってさ、私なんか悪いイメージがあるからさ、なんか防犯用なんだけどさ、なんかどっかなんかいじめに使ったってやつ聞いて、もスタンガンのイメージがすごく悪くなりましたね、ママ、うん、ダメよ悪いことに使ってね、泥棒とかが来たらテーってやりましょう、何かの暖房器具かと思いました。あるよね、こういう音が鳴る暖房器具ね、あるある。結晶版ちゃんだけはなんか名前だけ知ってる、なんかね一時期コスプレ流行ってた気がする、うん、流行ってた流行ってた流行ってたよ、結晶版ちゃんね。あれは何だったっけ、そう、あれも見てみたいんです、なんて名前ですか、呪術回戦と言われてない、呪術回戦、なんかわかんない、なんか最近流行ってるじゃないですか、呪術回戦。なんか作者さんが体調崩したっていうのを聞いたんですけど、呪術回戦合ってる、なんかこれさ普通に間違えて喋ってたらさ、すごくなんか怒られそうな気がする、ガチファンの方に。呪術回戦、呪術回戦、お寿司、お寿司、あ、上までわかんなくなってきたそう、お寿司じゃん、お寿司、呪術回戦ね、そう見てみたいんですよ、なんかアマゾンプライムであるから見たいんですけど、見始めたら私もっと寝不足になるので、いつも寝れないのに、今日は早く寝なきゃいけないんです、明日朝からなんか覚えることがあるからさ、そもそも持ってないし、うん、持ってない私も。ムロツヨシさんが出てたドラマ大恋愛は感動しないと見たいな、知らないと思うけど、車の SK8 になってる車あったよ。そうなんだ、なんかすごいね、滑舌の問題、滑舌の問題かな、滑舌いい方なんですけどね多分ね。呪術回戦、その言葉熊崎さんとゆうかたんさんに言わせてみたい笑っていいのこれってお疲れ様です、お疲れ様です、ももおいでおいで、お腹すいた、お腹すいた、笑っていいと思うよ、あ、よかった、もも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 、こっち見たね、ほらおいで、ももあのまだカットしてないのでもじゃもじゃですけど、あのねちょっと足が悪くなっちゃったから、ももちゃんカットいけてないんですね、うん、そう足をねちょっと悪くなっちゃったんで今度切りに行くんですけど、ももちゃん、うん、やっぱこのショールームはいいなね、笑うところです先日誕生日に恵方巻きだけで悲しんでたら明日ケーキを買ってもらえるように、よかったね、それはよかったよ、なんか
かわいそうって普通に言っちゃったもんね。かわいい、もうおもちゃ元気だって。ああもう逃げ出したの。今日はそういう気分じゃない、さっきまで私にくっついてたのに。カメラ嫌いなんですよね。ソワンちゃん、今日アイズワンのチャンウォニョンちゃんさんと顔が似てます、とても可愛いです。推しです、推しなんですありがとうございます。そんな似てる？似てる。え、じゃあちょっと待って、これは明日の、え、うん、そんなに推しに似てるって言われたらもうこの顔をするしかないじゃないですか(笑)ちゃんと記録用に撮ってるんです、メイクの。目元だけ撮っとこう。オッケー。めっちゃ仕事このアットホームの配信が好きだから一押しやなくても来てしまう。アットホームですからね、ママの声も入って、ね、この間散歩中のトイプードルに尻尾振って寄ってこられました。え、めっちゃ可愛くない？散歩中のトイプードルってめっちゃ可愛いよね。この前私ハスキー系見たよ、めっちゃイケメンでした。こんばんは、こんばんは。ハスキー犬ってなんであんなにかっこいいんですか？なんかディズニーに出てくるイメージがある、めちゃくちゃかっこいい。犬はいいね。ももちゃんメブロ乗せてみたら、カットしてから乗せようかな、もじゃもじゃすぎて、ね、ももちゃんがちょっと安静嫌がっちゃいますね。今日のねがいちゃんのメイクはほんま何か認め見とれるくらいいい。顔の調子がいいのかしらね。どうやってメイクしたんだろう。覚えてて、明日もこのメイクができますように。どうやってやったんだろう。ハスキーはハンサム、鳥は大丈夫ですか？鳥は大丈夫。どんな声に落ちたいって里加穂ラボでやったよ。おお、どんな声に落ちたい。気に入った写真見つけたらまた塗り絵して遊ぼっと。どうぞ。柴犬飼いたいです。いいですね。体調悪かったけどねがいちゃんの配信見てたら元気出ました。ありがとう、ありがとう。このメイク明日もできますように、これからもできますように。雨雨普通にいつも願ってる感じのやつが出てしまいましたね。目元に何かが近づくのは怖すぎてもうアイラインは諦めました。あー、そういう、わかる、そういうのあるよね。私はコーギーを買いたい。コーギーね、コーギーってなんか腰悪くしやすいんじゃなかったっけ。今のももちゃんなんですよ、コーギーね。お綺麗になりましたな、ありがとうございます。久しぶりに配信に来られましたけど、ねぴょんのあまりの可愛さに見とれてコメントするのを忘れてました。来れてなかったよね、大丈夫だった？哲也さんね、マスカラを練習したいけど何かコツありますか？なんかね、目に終点を置かない方がいいと思います。なんか目に塗ってるって考えたらダメだから、もうちょっと下向いて、あ、やりやすいのは一旦まつげをマスカラ塗ってない状態でビューラーで上げてから、ちょっと下向いてマスカラ塗ってまた上げるみたいなやつをやったらいい感じです。上げとけば塗りやすいから、下がってるから塗りにくいっていうのもあるんですよね。僕は今更恋に落ちることはないと思います。私に恋に落ちてください。ねがいちゃん、超絶激マジかわゆす萌え萌え萌えキューン
自分の今やったことについて鼻で笑ってしまった。足が短いのは、腰を悪くしやすいらしい。そうなんです。もともとうちのワンちゃん腰悪いんですよね。そういえば最近ウォーキング行ってる。私は今日も配信前に行ってきた。私はねちょっとねウォーキングに最近行ける人行けない日があるので筋トレ頑張ってます。ネガイちゃんのメイク配信が見たいな。またできる時にやりますね。そういえばありがとう。今度練習してみる。してみてください。私も最初アイライナーも何も引けなかったけど練習してメイク好きになったら普通にできるようになった。練習大事。夜ご飯に呼ばれたので食べてきます。もうお好み焼きですか。私もね今すごくお腹空いてるんだ。お腹がなんか割れちゃいそう。割れちゃいそう。お腹の中にカエルが住んでるので鳴ってしまいそうですね。じゃあ皆さんちょっと写真撮りますよ。今日はどの子で、あ、そうだ皆さんね、あのファンの方がね、あのぬいぐるみくださったんですけど、あんまり写真に写ってないぬいぐるみがいるので、その子と写真撮りましょう。じゃじゃーん、ソウォンです。ソウォンちゃんです。ちょっとタグはまだ話してないんですけど、いつも私のベッドにいるんですよ。私のあのファンの方からもらった人形たち、まあいつもねベッドの上をね、あの選抜って選んでるんです。あの今日はこの子と寝ようみたいな。で、今日はこのファンの方からもらった、ね、私今あの白いですし、この子とね写真を撮りましょう。ソウォンちゃんです。私もねソウォンってあだ名があるんですよ。皆さんじゃあこの子を使ってどう写真撮る、こうか、いきますよ。スクショです。皆さん、はい、チーズ。アルパカです。アルパカ、アルパカだよね君、アルパカ。ピン止め見たいって人いたよね、なんか見たいって方いたよね、多分サクパンさんかな。撮り方わかんない。さてさて皆さんね、あとでねちょっと今日はじゃあソウンちゃんを抱っこして寝ないと。しんちゃんの白じゃないんですよ。こんなにしんちゃんの白は足長くないと思う、アルパカみたいに。それではね皆さん、私は今からアメブロ更新して、お鍋を食べて明日のなんていうんですか、胃が痛くなるような現場に頑張っていくために、朝からね朝早いので明日違うねちょっと覚えることがあるので頑張りたいと思いますので、皆さんね25日までなので速報10位までだったら10位までの間に深い願いの名前が奇跡が起こって入って、最終結果も奇跡が起こって6位以内に深い願いが名前が入るように、モバイル票でもファミリー票でも DMM 票でもセブンネットのやつは11日までなので票でもいいので、ぜひ深い願いに入れてくださったり、ちょっと一押しが、俺一押しに入ってほしくてちょっと誰にしようかなって悩んでる方はぜひね深い願いをね入れてくださると嬉しいです。そしてね悩んでる方がいたら深いネガちゃん入れてあげてくださいって言ってくださると嬉しいです。本当に皆さんにはね負担かけますが、明日皆さんのことを信じて名前が呼ばれると頑張って信じていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それではバイ。